安いからこそやった方がいい。場所問わずね、設置しやすいしコストは抑えやすいのが特徴、はい、絶対に外交で公開させない。どうも、外交デザイナーの宮です。皆さん、はい、費用を意識もしすぎて安いもの買おうかなって思ってるんですけど、うん、性能的にどうなんですかね、これ実際。いえ、外交外交です。外交か。別に、まあ、うまくやれば、はい、費用落としても全然悪くないんじゃない。ただね、あんま何も分からずやっちゃっても、はい、おかしな感じになって、後々やろうと思ってまた割高になったりすることもあるからね。はい、ああ、それはちょっと嫌です。そう、その辺注意が必要。なんか、できるだけ安くはしたいんですけど、性能面を落としたくない。ちょっとそこら辺教えてほしいです。めちゃめちゃ贅沢や。すいません。ちょっとそこだけお願いします。わかりました。はい。なので今回は、費用を理由に諦めると後悔する外交設備7選。ご紹介していきたいと思います。まあ、この動画はね、今家作りとかで悩んでて、お金の問題、まあ、大体の方直面してるんですよ。大体の予算はやっぱつまずくし、もっとこうしたかったなって諦めたら妥協する方が大多数だと思います。やっぱりそういった方々でもね、ここは押さえておいてほしいとかね、いろいろポイントがありますので、この辺について解説していきたいと思います。ではまず、1戦目、砂利敷き防走シートです。やっぱね、家周りなんだけど、前の動画でも話したかもしれんけど、はい、防草シートと砂利やってないと、はい、雑草が結構生えるのよ。雑草がたくさん生える。もうすでに砂利引いとかなかったらもう生え放題でよくないですか？いや、まあそこまで割り切れるなら、全然いいんだけど、ね。できるだけちょっと抑えたいですね。見栄え良くないんで。そうだね。はい、まあまあちょっと抑えたいよね。はい、だったら、砂利敷きと防草シートぐらいやった方がそうですよ、ね、いいと思う。わかりました。あのね、防草シートと砂利やったらむしろ雑草全然普通に生えるのよ、はい、なぜかっていうと、あのシートの上に種飛んできて、うん、そこから生えるのよ、生命力強いから、はい、安いからこそやった方がいい。防草シートと砂利がないと、はい、ほんと雑草なんていうのが大変で、シートがあると根っこがシートで止まってくれてるから、はい、簡単に抜けるのよ、シートがあればね。あー、シートがないと、はい、根が張ってるから、うん、抜くのも大変だし、はい、あのどんどん広がっていっちゃう。ほんとこれがネックで大変。はいはいはい。実際これ費用面どんぐらいかかるんですか、業者さんに依頼すると。ほんとこれ平米、僕らもね広さ計算出すから、うん、家の土地のサイズによってだから何とも言えないんだけど、大体30坪ぐらいが10万いかないぐらいだと思うよ。ああ、いけるんですね。逆に DIY とかってどうなんですか？だからそんなに抑えたいの？いや、まあ DIY もいいけど、はい、単品で買うと高いのよ。そう、砂利ってね、袋単位で買ってこなきゃいけないから、はいはい、30坪やっけ、はい、このまま引こうと思ったら、それこそ50袋とか買ってこなきゃいけないから、1個数千円すると、それだけで何万もしちゃうわけ、はい。で、業者さんに依頼すると、大体あのトラック、ダンプっていうね、大きい車に詰めて持ってくるから、結構割安というか、むしろね、業者にお願いした方が安くなるケースが多いと。続いて2戦目、駐車場のコンクリート。コンクリートも砂利の方がいいんじゃないですか。コンクリート高いのよ、実際。高いですよね。高い。だから、これは諦めますね。いや、まず話聞いてるし。はい、はい、駐車場はコンクリート打つのがまあオーソドックスなんだけど、はい、単純にこれも平米計算。広さによって値段が変わるから、うん、広ければ広いほど値段は高くなる。はい、はい。で、コンクリートの量が少なければ少ないほど安くなるっていう認識、うん、だから費用を抑えようと思ったら、はい、僕らもねコンクリートの量を減らしましょうっていう提案をする、うん、で代わりに砂利とか入れると結構値段落ちるから5台分駐車場ありますって、はい、2台車持ってるなら2台分だけコンクリートにしちゃって、はい、他砂利とか、うん、そういうやり方をすると結構抑えられるかな、うんうん、何十万も変わるんじゃないかな。でね、まあ、なんでとにかくねコンクリートがおすすめかっていうと、一番はね雑草かな。これもさっきの話、やっぱね砂利だと雑草生えるから、はい、コンクリートにしたら雑草生えないのよ。駐車場まで草抜きするの嫌じゃん。それは嫌ですね。嫌でしょ。確かに。うわ、それだな。だからなるべくねコンクリートにした方がいいっていう考え、はいはい、特にあと雨降った時さ、砂利とはいえさ、ちょっと靴の裏汚れるじゃん、はい、あ、それ嫌ですね。そのままさ家の中入ってもやっぱ泥がね、ついたりする可能性もあるから、車も汚れるの嫌です。そうそうそう、そうだね、はい、だからなるべくコンクリートの方が機能面はいいかなっていう。ああ、分かりました。ちょっとそっちは頑張ります、うん、OK、 はい、3戦目、はい、目隠しフェンス。あんまりイメージつかないんですけど、結構でも入れるよ。どこかっていうと、家のリビングの前の目隠しみたいな、あのやっぱりねプライベート空間ってことで、はい、外からさ、例えばオープン外交でもリビングの中見られたくないとかさ、はい、僕もそうだし、むしろ、はい、見られたくないし。これ結構なんか高さ必要なのかなって思ったんですけど、どうなんですか？そう、お客さんによるけど、どこまで隠したいかだよね。だから本当家の中の全く見られたくないですとかだったら高めにした方がいいと思うし、はい、
むしろちょっとなんだろう、腰ぐらいまで隠れればいいやぐらいだったら低ければいいし、はい、そんな感じでちょっと話聞きながら決めていくから、うん、実際費用って高いんじゃないですか。目隠し検査おっしゃる通り、高くなればなるほど高くなる、はい、なんかそこって安くする工夫みたいなのってできないんですか。まあなるべく安いアイテムを使うとかだよね。あ、アイテム目隠しでもいろいろ種類あるから、はい、木目調とか、木目調の方が高いからアルミ色の色の方が安くて、うん、まあ、そういう色を選んでもらうとかね、はい、工夫してもらえば安くなる。なんかそれおすすめしたい、なんか指定した方がいい商品とかってあったりしますか。そうだな、例えばリクシルさんだと YS3 型とか、この辺が基本的には人気、うんうんうん、一番コスパがいい。若干隙間はあるんだけど。隙間あるんですか。隙間ある、大体1センチぐらい。1センチ1センチちょっとやで、ちょっとですね。だからね、その隙間気になる方はおすすめしないけど、はい、まあ、大体の方はそこまで気にしないから、はい、ここから風も抜けるしね、うん、YS3 型を選ばれる方が大半。フェンスって後悔するんですかこれ。まあ、思ったより隙間がでかいとか、高さが思ったより低かったとか、うんうん、その辺が要注意かな。4戦目、照明。照明は、ソーラーライトの照明とかなら全然楽なんだけど、そうですよね。僕らがちゃんとつけるように配線を通してってなると、はい、最初に配線を通しておかないと、後でつけるときに困っちゃう。あ、だから結構大変だったりする。はい、本当ソーラーライトで DIY で簡単につけるぐらいなら問題ない。うん、でもね、配線通してちゃんと入れてるのであればちょっと難しいから、最初にね、うん、ちょっと計画しておくことが大事。実際これって費用的にどんぐらいなんですかね、外交屋さんと。まあ工事費入れて 4,5 万ぐらいが多いかな、1個。ああ、ね、それぐらいでできるものなんですか。そう、物代にもよるからなんとも言えんけど、うん、大体それぐらいの感覚。うんうん、5戦目、カーポート。なんどういうことかというと、カーポート基本後付けできるのよ。あ、物が多い、そうなんですか。多い、うん、だから全然先にやらなくてもいいんじゃないとも思うんだけど、そうですよね。ちょっと例外がある商品があって、はい、片足系のカーポート、片足で2台用のカーポートをカバーしようというものがあって、うん、それってすっごい基礎大きいの作る、コンクリートで下上にコンクリート張っちゃった状態で後でやろうと思っても、一回そのコンクリート全部壊して、ほら、そう、またね、基礎を作り直して、はい、また最後コンクリート復旧とかになっちゃうと 2度お金かかっちゃうから、確かにめちゃめちゃもったいない。なかなかイメージつきづらい方も多いかもしれないんで、ちょっとキャドでね、シミュレーションしてみたいと思います。はい、こんな感じですね。ちょっと前傾映してます。ちなみに四つ足のカーポートっていうのはこんな感じ、ちょっとカーポテーシー貼っちゃってますけど、はい、まあ、柱4本ある2台用のカーポートですね、うんうん、でこんな感じになってます。で、さっき言った片足だとちょっと高くなっちゃうのがどういうことかというと、うん、こんな感じ。お、2台用なんだけど片足、後ろの後方支持と思うんだけど、はいはい、片方の足だけで 4本足がなくても成り立つっていう仕様、はい、うん、駐車しやすいっていうのが大きなメリット。ただこの地中の中で、ね、コンクリートの下の中ですごく大きな基礎を作るから、うんうん、この表面のコンクリートがあると一回壊さなきゃいけないっていう、まあ、これカーポート石だから高いけどね。もうちょっと費用を下げようと思ったらどんな感じになりますか。もうちょっと費用を下げようと思ったら、はい、まだこっちの方が安い。おー、でも全然デザイン変わりましたね。そう、カーポテシル安いかな、はい、サンキョーさんのダブルフェイスってやつ。ダブルフェイス、はい、これもね、色のバリエーション豊富だから、うんうん、いいんじゃない。さっきの黒もできるんですか。これもね、黒あるよ。お、だから黒にしたらかっこいいんじゃない。うんうん、やだけどポリカなんだけどね。おー、え、めっちゃいいじゃないですか。じゃこれにしたら、うんうん、わかりました。でも費用下げれるすごいですね。うん、まあ、まあ下げれる、うん、4つしても面白い、安いけどね。そうですよね、うん、これもおすすめです。わかりました。6戦目、門柱や塀ですね。いわゆる門柱っていうと、あの表札インターホンポストをつけるような壁、はいはい、よくあるんだけど、はい、あれのことを指します。これはちょっと頑張って出したいです。おお、いいね。まああれはね、主役メインどころだから、はい、なるべくお金かけてやった方がいいんじゃないとは僕は思う派。はい、まあ、人によってはね、簡易的なものでいいよっていう方があれば、全然安い既製品のね、木の門柱とか使ってもらえればいいと思うしね。でもちょっと性能を上げたいです。まあ、性能って言われるとあんまり変わらないけど、まあデザイン性、デザイン性見た目だと、そうそう、やっぱ門柱の方がいいんじゃないとは思っちゃうけどね。ちなみになんかそこ注意点とかってあったりしますか。あのね、やっぱやり替えると大変っていうところかな。うん、まあ、じゃあね、ちょっとまあシミュレーションの方でね、門柱もちょっとちらっとね、お見せしたいと思います。木の門柱ってこんな感じ。既製品のものをポンって置くっていうイメージだね、はい、添えて。あ、既製品の方ですね、こちら。そう、既製品の方、はい、簡易的な方かな、はい、金額もさえ安い方だね、うん、アルミの商品でポストとインターホン表札がついてるっていう感じ、はい、場所問わずね、設置しやすいしコストを抑えやすいのが特徴、はい、で反対に門柱っていうのはどういったものかと言いますと、はい、こんな感じ。うわ、めっちゃいいじゃん。そう、いわゆるタイルとかでこう作るね、はい、こんな感じになるから、タイル張り、好きなものを貼ったりとか、ポスター、表札、インターホンっていうのも付きつけて、はい、まあ、オーダーメイドというかね、造作で作ることができる、うん、7戦目、ガレージ。カーポートとガレージの違い分かる、佐藤君。
いや、ちょっとあんまり差は分かってないです。あの、カーポートっていうのは普通に屋根と柱だけど、はい、ガレージっていうのは、もう4歩囲われて屋根もあって、あの、ゲートがついてるようなガラガラ。あー、ちょっとなんか秘密基地みたいな。そうそうそう、あれガレージ。あれガレージって言うんですか、ね、そう。で、あの、本当に車を外部から守りたい方、防犯や砂ぼこりとか雨からね、完全に守りたい方はガレージをつけることが多い。で、カーポートやっぱりね、横殴りの強い雨とかだと風が強いときも、はい、全然かかっちゃうこともあるから、うん、カーポートってやっぱ完全ではないから、はい、そのあたりが嫌な方はガレージっていう考え方、うんうん、でなおかつガレージっていうのは中をまず基礎作って、はい、その上に屋根とか囲いを作ってなんかコンクリートを打つことが多いんだけれども、はい、そこまでやるから今あるコンクリートの上に簡単に乗せるとかできなくて、一回壊したりしなきゃいけないから、はい、ガレージをつけたい場合も割と最初の方がおすすめ、もしくはガレージをつける前提で砂利とか砂にしとくのであればそこはつけやすいから問題はない、うん、もう計画性の部分が大事になってくるかもしれません、うんうん、でこれガレージね、まあ、どういう方に向いてるかってさっきも言ったように車好きの方なのよ。そうですよね、男性車好きな方多いんですよ、ね、そう多いしやっぱ欲しくなるケースが多い、うん、はい、こんな感じでね、いろいろご紹介させていただきました。予算の壁って絶対皆さんあると思うんですよ。それでね、いろいろ諦めちゃって後回しとかねしがちなんですけれども、中にはお話ししたように片足のカーポートとかね、後々後回しにしたらもっとお金がかかるとか、なかなかこれ無理じゃないみたいな話にもなりかねないので、要点を押さえて後回しできるものはする、無理なものは優先的につけるというのは大事だと思います。まあ、皆さんね、やっぱり外交で後悔してほしくないので、この動画を見てね、まあ何回見直してもいいと思うんですよ。ちゃんとね、この要点だけ、大事なポイントだけは押さえてほしいと思いました。今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。こうちょっと小難しく感じた方もいると思うので、もしわからないところとかあればぜひコメント欄の方で教えてください。またね、他に関係ない質問でも全然大丈夫なので、ぜひ質問もあればコメント欄の方でお願いします。このチャンネルでは失敗しない後悔しないための外交づくりについて情報を発信しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。